本日2月5日、気象庁は午後6時56分頃、鹿児島県の桜島が噴火したことを噴火速報として発表し、警戒レベルを2から3の入山規制に引き上げた。NHK の午後7時のニュースでもライブ中継され、かなりの規模で噴煙が上がり、溶岩の吹き上がる様子が観測された。噴煙は 2200m の高さまで上がり、噴石が3合目付近まで飛散したことが確認された。NHK が 京都大学の石原和弘名誉教授に電話で取材したところ、去年、一昨年の噴火の規模と同程度であり、これまでの噴火よりも大規模であるようなことはないため、被害も以前のものと同程度と予想されるとのこと。付近の住民の方には、とりあえず、冷静な対応を取るように、とのことであった。